まあ、綾香の復刻ね、もう近いと思うね。新衣装出ました。だけど綾香のピックアップは1年先ですみたいな、そんな意地悪なことしないと思うから。正直ね、ディシアがピックアップ 3.5 で来るのはほぼ確定じゃないですか。ディシアの立ち絵が来たんで。まあ、ディシアとミカかな。まあ、ミカは多分星4だと思うねんけど。で、まあ、ディシア、ミカのタイミングで綾香復刻来んじゃないかな。まあ、綾香進化とか。でもユーラはどうするんだろう。わかんないけど、綾香の復刻は誓うと思うし、進化と一緒にピックアップしたらね、この編成できる人も増えると思うので、やりたい人は多いんじゃないかなと思います。ミカが来るならユーラも来るよな。じゃあどうなんだ、ディシア、綾香、ディシア、エウルは綾香進化かな。 3.5 の星5、なんかそうあるべきな気がするな。ピックアップの順番的にも、進化と綾香が同時ピックアップだったら、氷元素のこのパーティー組みたいって人はにっこりするだろうし、いいんじゃないか。なんか 3.5 のピックアップ分かった気がする。3.5 のピックアップ大体予測つきそうなんやけど、どうなんだろう。氷偏りすぎやろ。まあでも最近氷元素キャラクター出てなかったからよくね。スメールの氷元素キャラクターレイラだけだし、ちょっと氷元素って若干熟知に見放されてるからさ、まあ、スメールで氷環境にはならない。つんよ、銃撃4万。そろそろ岩キャラくれよ。確かに岩元素キャラクターもちょっと熟知から見放されてるよね。勝利いつ来ると思いますか。勝利先生復刻期間 3.0 じゃないですか、一番最近スメール入った時でね。で、勝利先生は正直私は一番人権キャラクターだと思います。普通に強いので快適にしてくれて人権キャラだと思うんですけど、一番ピックアップ来てるよな。この原神始まって2年半ぐらい、2年半弱経ちますけど4回ピックアップ来てるから、6、7ヶ月経てば復刻来ると思うんだよな。2月3月ってバージョンいくつ、バージョン 3.6 とかで勝利の復刻来るかな。さすがにそれだったら復刻すんの先にナヒーダだと思うけどな。なんかナヒーダの復刻来たら勝利の復刻来そうな気がする。神様はね、初回ピックアップから2回目の復刻が早いんですよ。伝説任務の第2章がやりたいからっていう理由かな。勝利先生バージョン 2.1 でピックアップが来て、 2.5 で復刻して、エウルアの新規実装と勝利先生の伝説任務第2章でジャクダが来たし、稲妻も 2.1 でライデン将軍が来て、 2.5 で終ボス永遠の守護者が伝説任務第2章できて、まだスメールの終ボス残票だけなんで、まあまあナヒーダ復刻してナヒーダの伝説任務に絡んだ終ボスが追加されんじゃないって考えるのが自然だと思うねんけど。ウェンティの伝説任務第2章がないのはなんでかわかんないっす。追加来そうやけどな、来ると思うで。モンドに新たな終ボス、ちょっとエモいと思いますけど。なんかモンドってまだエリア全部解禁されてないんでしょ確か。モンドってなんか北の方にまだエリアがあるって聞いたことある。なんだっけ、名前ついてるよな。まあ、ウェンティ結構神様の中でも怪しい方のキャラなんで、いろいろ隠してるからね、ウェンティ。はぐらか、天空の島とかね。ちょっと楽しみっす、そこら辺は。ローマンポート。それがモンドの北のエリアなのか。そこで終ボス新しく追加、ウェンティの伝説任務第2章はなんか理にかなってると思いますね。新岩星5キャラいつ来ると思いますか。スメールの星5キャラはね、出てくると思うねんけど、それが誰かになるかは分からんし、スメールって知恵の国なんだけど、岩元素キャラにね、知恵はいらないんよ。結晶化反応なんてさ、守り寄りの効果でさ、熟知があってもね、レベル90の結晶化反応って硬さどれぐらい ?1600 ぐらい。ヒルチャールの弓 1.5 本分ぐらいなんよね。でそれが結晶化反応で熟知1000にして、まあ、2.8 倍硬くなって、まあ、ヒルチャールの弓は 4、5本耐えれるようになったところでじゃんな。岩元素キャラクターはね、賢くなくていいんですよ。頭悪くていいねん。まあ、アルベドは頭いいけどね。つまり勝利はバカ。勝利先生ね、知識はある。とにかく生きてきた年月が長いから、知識はあるけど、どっちかっていうとバカ寄りやな。物知りだけど、なんかダメ。アルベドはマジの賢い人やろな。新滝は、まあ、あんな感じやし、荒滝はね、学力が小学生レベルなので、そうでもない気がしてきたけど、荒滝って賢いシーンあったっけ？ない気がするな。ノエルもなんか賢いっていうよりは頑張り屋さんって感じがする。常識がない。確かに。アルベルドは理系やぞ。そう、理系は賢いんで、アルベルドは賢いっす。理系はね、いいの。文系のみんながね、サークル活動とか頑張ってね、男女でね、飲み会とか行って楽しそうにしてるやん、文系は。理系はその間ずっとレポート書いてんじゃぞ、ほんまに。私の配信ぐらいは理系を持ち上げさせてくれよ。でもね、理系が優遇される世の中にならんとね、よくはならないよ。偏見で草。いや、マジマジ。私ぐらいは理系を持ち上げてあげないと。あ、行幸は賢いな。行幸の昔のエピソード聞くとちょっと泣けるわ。行幸の浜を裸足で歩いてたっていう話があるよな。サンダルもなくね。ちっちゃい時の行幸めっちゃ気になるわ。ね、行幸はマジで成り上がった人物だから、実力で。秀吉だよ、秀吉。